いい加減なテレビをご覧の皆さん、どうも、ギターの井川です。ドラムの山田です。どうも。どうですか、なんか最近は。最近、無事なんか楽しいことでもありました。無事はドアツ展の30周年の札幌で、滝の公演で行われたフリーライブに無事クラクション出させてもらっていましたよね。うん。すっごかったね。素晴らしい一日でしたね、うん。すごいいい景色だった。あれは、すごいな。すごいな。すごいね。ああいう記念すべき場に入れて参加できてよかったなと思います。うん、俺も思います。なんか印象深かったの。さ、まあ、俺らの話になるけど、ハレルヤの時に、うん、すごい、ちょっと最初曇り空だったんでね。あった。もうハレルヤやったらもう、ピーカンになった。あれが素晴らしかった、ね。ハレバンド自称、ん？そうそうそう、ね。だから俺ら呼んでもらえたんだ。うん。あいつら来たら、ハレル。ああ、ほんとだね。そうそうそう。ドアツ展の時は、途中で、天気雨のすごいやつが降って、うん、ザーザー降り5分か10分か、うん、だけど、その後、虹がすごかったね。すごかった。あれもなんかすごい、こう、印象深かったで。すごかったね。さすがだなと思った。お手紙が。あら、ありがとうございます。ペンネーム、富士山。富士山登ったんだよ、俺。知ってる、うん、知ってる。及川さん。その他の皆さん、こんにちは。本当かい。本当だって。本当だ。いつも楽しく見ていやす。さすがじゃん。いい加減なテレビが始まってから、ライブの時とは違うメンバーの皆さんの様子が見れて楽しいです。ところで質問です。僕はいつもほんの少しだけ遅刻をしてしまいます。怒られるほどではないのですが、5分前行動ができるようになるにはどうしたらいいですか？わかる。ペンネーム富士山。及川さん、そういえばさ、まあ、あれ、及川さん、そういえばさ、札幌の時さ、やっぱ昼間の札幌の時ね、そういえばさ、朝、7時45分集合で、はい、まあ、ホテルで、まあ、ドアツ展の皆さんと一緒に、車移動で現地に向かうっていう時に、はい、45分に来たよね。そうそうそう。だって、俺起きたら、もう35分だったんですよ。うん、どういう現場か分かってんの。いやいや、あれはちょっとね、びっくりしましたね。あれで遅刻じゃない、うん、ギリだね。うん、いや、でもまあ、遅刻みたいなもんでしょ。うん、ほんの少しだけ遅刻をしてしまいますと。怒られるほどではないのですが、5分前行動ができるようになるにはどうしたらいいですか？早く準備すればいいんじゃない？みんなの中で誰が一番遅刻前ですか？朝日さん。でも最近ね、しなくなったんだね、あんまり。昔はしてたの？昔はこれ、いつも。絶対5分後に来る。いやー、わかんないよな、でもな、その気持ち。あんな、わかる、わかんない？いや、わかるけど、絶対なの。駅にジャストについちゃう。ああ。間違っちゃってる。それはバカだね。ただなんかこう、無駄な時間を省きたいっていうか、うん、もうぴったりで着きたいって、毎回思って、でも毎回5分遅れちゃうんだけど、うん、次集まるときに、忘れちゃってんじゃない？多分その、前5分遅刻したすいませんっていう気持ちがないっていうかさ。すいませんって言っても謝ってないってことだね。謝ってない。だから忘れちゃってるってことだ。すいませんは謝ってることじゃないからね。うん、すいません。そうだね。だすいません、それ拾ってくださいみたいな。ああ、そんな感じ。ごめんなさいじゃないってことね。彼の話をしてる。彼に対してすごい言ってるわけ。ね、いやでもわかるよ。だからその次の回には、5分前に来るとか。前回5分遅刻したから。取り戻すことね。そうそうそう。そうすると信用を取り戻せるんじゃないかな。ペンネーム富士山。富士山さん。
あ、そうだね。そうだよ。富士山さん。富士山さんだね。あと、ちゃんと本気で謝るってことだね。うん。ごめんなさい。遅れましたって。そうだね。それは彼に言ってる。言ってる。言ってる。で、ちゃんと怒ればいいんじゃない？次は気をつけろよ、つって、うん。どうしたらいいですかでしたっけ？うん。うん。そんな感じ。です。はい。で、今後のブージークラクションは、今後のブージークラクション、10月4日、鈴木さんの下北沢ラグーナでの弾き語り。うん。楽しみですね。一人でね。一人で。俺ら関係ないね。関係ない。見てやろう。結構毎回さ、カバーやってくれるじゃん。うんうん。彼女。それ、楽しみだね。あ、やんないのかな。まあ、やんないかもしんないし、やるかもしんない。今ヒヤッとしちゃった。うん、そう、なんかね、いい選曲でやるときもあるね。毎回じゃん。毎回やっとるわ。はい、それで、はい、その後は。南ホイール、10月12日。まあ、3日間、3日間やる中の、まあ、中日。俺らは、12日。12日に、大阪で南ホイール出ます。出ます。あと、ツアーで。ツアーが、いよいよ、来月、今月、10月から、始まります、うん。タイトルは、We are Happy Tour。初日、10月30日、千葉ルック。いいですね。千葉ルックで初日を迎えれるって、最高ですね。そうだね。うん。頑張ります。うん。来てください。な感じかな。うん。じゃあ、またね。